権論におけるあまり投下子は、同値関係による省の任意の権における対象に対する一般化である。あまり投下子は投下子の相対となる権論的構成である。あまり投下子は二つの対象、X、Y と二つの平行者 F、G、X、Y からなる図式のあまり極限である。より明示的に書けば、あまり投下子は対象 Q と EQ、YQ で、 QF イコール QG を満たすものの組として定義することができる。さらに言えば、タイは同じ性質を持つ別の体が与えられたとき以下の図式を加敢とする社 UQQ が1位に存在するという意味での普遍性を持たなければならない。すべての普遍構成がそうである通り、あまり等価子は存在すれば同型を除いて1位である。あまり等価子 Q が 任意の件において全型者であることを示すことができる。霊者を持つ件において F の余り角が F と平行な霊者との余り等価子として定義できる。全過方件において異の和と差が意味を持つ。そのような件において2つの者 F、G の余り等価子はそれらの差の余り角としてで定義できる。より強い概念として絶対余り等価子がある。これは 任意の箱でのもとで普遍の余り投下詞を言う。厳密に言えば、県における対、F、G、X、Y の絶対余り投下詞は、上記の通り定められる余り投下詞であって、さらなる性質として、任意の箱で F に対して、F は県における対、F、F の余り投下詞となるという条件を満足する。分裂余り投下詞は、絶対余り投下詞の例である。ありがとうございます。